バルラージ、サーヘニーはインドの俳優。映画においては、社会派のヒンディー映画を代表する俳優の一人であり、演劇においてはインド人民演劇協会の中心で活躍した。イギリス領インド時代のパンジャーブ地方ラーワルピンディに生まれる。パンジャーブ語の家庭に育ち、ヒンディ語とサンスクリット語の教育を受けて育つ。1934年に、 ラホールのガバメントカレッジで英文学修士課程を修了し、父の商売を手伝った後に雑誌編集者、BBC のヒンディー語アナウンサーなどの職業を経て俳優としての活動を始める。ムンバイ25はインド人民演劇協会で活動し、インドやヨーロッパの戯曲に出演した。経済的に困窮する中で映画俳優の活動も始め、ベンガル基金を扱った。 映画、第一の子に出演。妻のダムヤンティーサー・ヘニーも俳優だったが1947年に死去し、同年にインドパキスタン分離独立が起き、バルラージはシュリーナガルの両親に子供を預け俳優活動を続ける。ビマルロイ監督の2エーカーの土地での演技が高く評価され、同作品は1954年に第7回カンヌ国際映画祭の国際賞を受賞した。 1969年には、インド政府から国家勲章であるパドマシュリー勲章を受賞した。映画俳優として成功した後は、故郷のパンジャーブを意識した活動が増える。カシミールの詩人、メフヘジュールを題材として、カシミール語による初の劇映画を制作し、パンジャーブ語の戯曲に参加し、パンジャーブ語でパキスタンとロシアの気候、戯曲、エッセイ、詩などを創作した。 リプタの活動としては、戯曲、最後の職行で、ウルドゥー語の詩人ガリブを演じた。息子のパリークシュト・サーヘニーも俳優であり、弟のビーシム・サーヘニーは、作家となった。ありがとうございます。